ハンボルト郡にあるハンボルト湾の北側部分アーケータ湾に隣接する都市である。2010年国勢調査での人口は17,231人であり、2000年からは3.5%増加した。アメリカ国道101号線を経由してサンフランシスコから北に280マイルに位置し、カリフォルニア州立大学ハンボルト港のある学園都市となっている。 ヨーロッパ人がこの地域に到着する前の時代は、ワイオット族や、ユーロック族インディアンが住んでいた。後に、アーケータとなった場所に存在した、ワイオット族の集落は、コリという名前だった。この地域のインディアンは、アルゴンキンゴ族の流れを組む中で、最も南西に住む人々だった。ワイオット族の伝統的な本拠地は、北は、リトル川から南に、ハンボルト湾地域。 さらに南のイール川ボンチカ流までに広がっていた。ユーロック族の本拠地はマット川から北のクラマス川の向こうまで広がっていた。今日、アーケータ氏はビッグラグーンランチェリア族の本拠であり、近くに20エーカーの居留地を維持している。カリフォルニア州はインディアン部族の主権国家は存在しないものとしており、部族の土地と構成員のすべてはいくつかの例外を除いて、 州と地方の規制に従うこととしている。しかし、インディアン部族は、排他的司法権を維持している。この地方のインディアン部族はいくつかのカジノを運営している。1860年、ワイオット族が、ハンボルトワのグンター島、タタルワット集落で虐殺された。後にブレッドハートとして知られた、カリフォルニアの作家は、この虐殺に対する嫌悪感を新聞社説に載せた ハンボルトワン地域からの退去を強いられた。アーケータプラザ、1890年代、アーケータは当初ユニオンタウンあるいは、ユニオンという名前で設立された。ユニオンの町は、港として設立され、東のクラマス、トリニティ、サーモン各山脈の近郊に物資を供給する、中心となり、極端機関ではあるが、軍庁所在地となった。 ユーレカ市よりも近郊にいくらか近い位置にあり、設立初期はユニオンの方が有利だった。1850年にハンボルト湾地域で最初の重要な町としてユニオン会社の従業員が広場や町の通りの配置を決めた。1850年代後半には衰退した近郊の代わりにレッドウッド木材が地域経済の推進材料となり、 ユーリカ氏が主要都市となって1850年代の終わりまでに軍庁所在地の地位も奪った。1852年にユニオンタウン郵便局が開設され、1860年に町の名前がアーケータに変えられた。1886年、アーケータ氏は中国人を排斥し、次のような決議案を法制化した。その法は、 我々アーケータとその近在の市民は我々の間から中国人をすべて排除することを望む。ユーレカ市が市内とその周辺から中国人定着地を排除することを指示すると記していた。1989年8月、アーケータの有権者は比較地域法を承認し核兵器に関わる労働を禁止し、地域内での核兵器の貯蔵と輸送を禁止した。この条例は 各兵器製造者の製品やサービスについて、市が契約や購入を行うことも最小化した。2010年3月17日、アーケータ市政委員会は違法物乞条例を最終的に成立させた。この条例による規制は特に企業から20フィート以内での物乞を禁じている。アーケータは、 北緯40度51分59秒整形124度4分58秒、北緯40.86639度整形124.08278度、40.86639-124.08278に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は11.0平方マイルであり、このうち陸地は9.2平方マイル、 水域は1.9平方マイルで、水域率は16.76%である。アーケータ市内にはいくつかの地区がある。それらは、アルダグローブ、アライアンス、アーケータボトムズ、カリフォルニアは、南ジ、グリーンビュー、ノースタウン、サウスジーストリート、サニーブレー、バレーウェスト、ウェストウッド、サンセット、中心街プラザ、レッドウッドパーク、およびザマーシュである。 アーケータの気候は、ハンボルト湾と太平洋に近いために、海洋性気候である。年間平均降水量は40ないし50インチであり、10月から4月の間に雨が多い。北風のために春は大変寒く感じられ、深く冷たい太陽水から沿岸優勝が生じている。この優勝によって、夏には霧が多く発生し、日中の最高気温は、 下至50度台から下至60度台前半である。内陸に数マイルも入ると夏や秋の気温は下至50度も高くなることがある。冬季比中の最高気温は下至40度台から下至50度台半ばであり、最低気温は下至30度台半ばから下至40度台前半である。冬は下至30度以下になることが多く、それと同じくらい夏や秋は かし70度以上になることが多い。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2002年時点でアーケータの非雇用員の数は8210人であり、失業率は7.2%だった。長年製材業がアーケータの経済を支配してきた。今日、市内の雇用機会の大半は学校やカリフォルニア州立大学ハンボルト校を含む、 政府関連のもの、市内に多くある、小企業、いくつかの製材業と、食品製造業、様々なサービス業から生まれている。大きくあるが測定不可能な大麻経済が、アーケータと周辺地域で多くの雇用機会を生んでいる。経済と人口の増加率は、カリフォルニア州全体よりも小さい。ジョージ・ W ブッシュ政権に反対する抗議運動過去。 アーケータはその政治姿勢において大変革新的であり、市政委員会で緑の党の候補者を多数派に選んだことではアメリカ合衆国の中でも最初の都市となった。現在の市政委員会は民主党議員が多数派になっている。革新派が多数となった結果として多くのレストランチェーンの出店を制限することになった。また研究と教育目的を例外として いかなる種の遺伝子組み換え作物も、その育成を禁止した最初の自治体となった。カリフォルニア州議会では上院の第2および下院の第1選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第1選挙区に属している。2010年時点ですべて民主党議員が務めている。アーケータの有権者はハンボルト軍の中でも最も民主党寄りである。 例えば、2008年にアメリカ大統領選挙で、共和党候補者、ジョン・マケインは、アーケータの多くの投票区の中で10%足らずしか得票できず、民主党候補者のオバマは85%以上を得票した。アーケータは、学園都市に典型的なものとしてリベラルな思想の中心であり、環境保護や社会改革の活動が広く受け入れられている。州内では、 海岸部がリベラルに内陸部が保守的になる傾向があり、海岸部のハンボルト軍もその例にもれないが、保守的な有権者もいくらか残っている。アーケータ市内にはカリフォルニア州立大学システム23キャンパスの中では最北となるハンボルト港がある。学生数は主人公の半分に近い、伝統的な学園都市の典型的な例である。 アーケータプラザアーケータの中心はプラザである。1850年代、このプラザはトリニティ軍鉱山に仕向けられる商品がラバの隊列に積まれる場所だった。プラザには緑の芝生と広大な花壇があり、その中央にはマッキンリー大統領の彫像がある。プラザの周辺は店舗、バー、コーヒーショップ、レストラン及び音楽の生演奏会場が取り囲んでいる。 また4月から11月まで開かれる、ハンボルト軍災大のファーマーズマーケットの中心会場でもあり、7月4日、独立記念日祭りやアーケータ、メインストリート柿祭りの主会場となり、動く彫刻レースのスタート地点、及びノースカントリー祭の会場となっている。さらにアーケータに立ち寄る旅行者にとっては、人気のある落合場所となっている。市内には、 当初から大変多くのビクトリア様式建築物があり、その多くは回収されてきた。アーケータ市内のビクトリア様式建築物市内にあるマイナー劇場は現在も運営されているものとしてアメリカ合衆国では最古の映画のみの劇場である。ここはアーケータ劇場もある。アメリカ国道101号線が南北に市内を2分している。 中心街にはいくつかの立体交差がある。市内は歩行者にかなり優しい地区とみなされている。カリフォルニア州道299号線は市内北端でアメリカ国道101号線と接続している。州道299号線はこの地点から始まり、東のイーバービル、レディング、アルプラスの各市を通り、ネバダ州に向かっている。州道255号線は 市の南端サモアブールバードでアメリカ国道101号線と接続し、その西はマニラにつながっている。サモアから左折して3つの橋を使って、ウッドリー島、インディアン島、ユーレカ市に至り、ユーレカ市の4番通りと5番通りで終点となり、ここでアメリカ国道101号線に戻る。修道255号線はアメリカ国道101号線の代替道路となっており、 アメリカ国道101号線の制限速度が50マイル、時となっているのに対し、修道255号線のそれは55マイル、時と考えられている。アーケータとハンボルト群以外の地域とを結ぶ道路は長く、曲がりくねった二車線道路であり、山岳や川の渓谷を抜けていくので、大雨や暴風の時には閉鎖され、時には大回りを必要とする。アーケータ、ユーレカ。 フォーチュナの各市及びレッドウッド海岸地域はアメリカ合衆国で最も人口の多い州の一部だがアメリカ合衆国西海岸に沿った最も偏僻な地でもある。レッドウッド交通システムがハンボルト軍内の公共バス輸送を担当しておりアーケータ市内にもいくつか停留所がある。アーケータマット川交通サービスはアーケータ市内と未編入領域にバス便を運行している。 ハンボルト高齢者資源センターからは申し込みによってオンデマンド便の利用が可能である。市内のアーケータ交通センターを乗り換え点としてアムトラックやグレーハウンドの長距離バスに乗ることもできる。最も近い空港はマッキンリービルにあるアーケータユーレカ空港である。この空港は第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空隊が建設し、 特に霧の多い場所で霧を飛ばす技術の試験を行った。実際には霧をなくす方法は見つからず、動員解除後に市民空港としてハンボルト軍に譲られた。世界でも霧の多い空港であり、航空便が遅れたりキャンセルされる回数が多い。到着便の開港先は東に車で3時間のレディングか北に約90マイルのクレセントシティである。 ユーレカの近くに水深が深い海溝がある。1854年、ユニオンワーフ、プランクウォーク会社が、アーケータ湾の水深があるところまで2.7マイルの、レッドウッドの木道と霊量式、アーケータは、水深のある海溝となった。これは、当初馬車鉄道だったが、後に、蒸気機関車牽員に転換された。最終的に、アーケータマット川鉄道となったが、現在は、 廃線されている。アーケータの埠頭は、とっくの昔になくなり、干潮時に、いくつかの桟橋が見られる程度である。満潮時、アーケータ湿地の相通り橋から大変小さな、レクリエーション用ボートが浸水させられる。しかし、干潮時、アーケータ湾は広大な出地となり、ボートを漕ぐには適していない。市内で発行されている購読者数の多い新聞は、 週刊誌のノースウェストコーストジャーナルである。この新聞は無料で北海岸地域に毎週2万2000部が配布されている。アーケータ愛ミはアーケータで毎週発行されるアーケータとブルーレイクの記事をカバーする新聞である。この新聞はそのユーマーを交えて書かれた政治記事で一気外でも知られてきた。カリフォルニア州立大学ハンボルト校でも ザランバー・ジャックという名の学生新聞を毎週発行しており、カリフォルニア・カレッジ新聞協会から2007年秋の版に対して、一般優秀賞、新学期版賞、編集賞及び優秀写真賞を獲得した。この大学は学期に一回、オスプレイと呼ぶ総合的な学生雑誌も発行している。オスプレイは2005年に西部地域で年一回以上発行される。 裁量学生雑誌に対するジャーナリスト専門家協会賞などをいくつかの賞を獲得してきた。タイムズスタンダードはアーケータをカバーする唯一の日刊誌である。またインターネット上では若者文化やホームレスなどアーケータで重要な様々な問題をカバーする財務やブログがある。市内にあるノースコースト環境センターはクラマス支給生態地域のために教育や 活動、さらに必要な時は、訴訟に関する月刊誌であるエコニューズを発行している。アーケータ湿地はまず1979年に完成された清水と塩水の池をつないだ人工のネットワークであり、湿地を基本とする革新的な排水処理システムである。この湿地は使われなくなっ、自転車愛好者、野鳥観察者、短期滞在者及び、 ジョギングを行う人に人気があり、マクダニエル湿地再生計画の一部として、最近拡張が行われた。しかし、革新にはリスクがつきものである。環境保護庁は、過去12の市販機報告書のうちの9件で、アーケータ排水処理場は、排出水質基準値を超えていたとしている。アーケータ市は、アーケータコミュニティ森林、サニーブレイ森林及びジャコビークリーク森林など、 総面積2100エーカーの森林地を所有している。これらの森林地は全国的なメディアの注目を浴びている。アーケータコミュニティ森林は当初市の浄水供給の一体性を守るために市が取得した。1955年に取得した時、カリフォルニア州では最初の市が所有する森林として報じられた。その後、レクリエーション、教育、持続可能な伐採、よび 野生生物の生息地など多くの機能を果たしてきた。この森はアーケータ市の多くの都市内水流の水源である。1979年、アーケータ市民は森林管理公園用地道義を承認した。この法の意図は責任を持ち生態的な感覚のある長期森林管理計画を作ることであり、市の公園用地の獲得と開発のために、 伐採木材から上がる利益を当てることが意図された。1998年、アーケータコミュニティ森林は森林管理委員会の下で初めて認証を受けた市営森林となった。この時以降、2006年に取得した広さ175エーカーのサニーブレイ森林やアーケータコミュニティ森林の北端、ジェインズクリーク上流に隣接する広さ185エーカーの 保護地権利を2009年に寄付されたことなど追加される土地が保護されてきた。アーケータの市民は地域の環境保護に積極的であり、水源の森が伐採されることを防止することに大きな貢献を果たしてきた。北海岸地域は環境問題で世論が分かれることが多く、 伝統的に地域の天然資源からの収穫を生活の足しにしてきた長期住民や田園部の土地所有者と地域の生物生息地を保存しようとする新しい住民の間で論争が持ち上がっている。アーケータ氏はハンボルトクラブズの本拠地である。これは1945年創設して以来毎年活動を続け国内でも最も長く活動しているセミプロの 野球チームとなっている、アーケータ動く彫刻レース、ありがとうございます。